にちは。あら、なんかおる。私あの静岡市役所の広報課で、はい、シティプロモーション担当しております、はい、伊藤と申します。でこちらのこの葵くん、こちら静岡市役所は、はい、静岡市の葵区でございます、はい、葵区の PR キャラクターが葵区と、はい、特徴的な顔してません？はい、実はですね、はい、徳川家康公の門が三つ葉葵という、うん、あの門でございまして、はい、こちらその、まあ、三つ葉じゃないですけど双葉葵という植物の葉っぱになります。静岡市出身の漫画家で、はい、叙勲なんかも受けてらっしゃる知り上がり寿さんのデザインになっております。なるほどね。いやでもね、この家康公と慶喜公は一体この静岡市にどんなゆかりがあるんですかね。それは私が答えよう。あれ、私は徳川家康でござる。じゃこっちは、こちらは五島である。こっちは五島のまんま。五島で関ヶ原の落ち武者だな。違うわ、誰が関ヶ原の落ち武者やねんお前。じゃあ家康さんはここ静岡市にどういうゆかりがあるか、うん、じゃあお答えください。そのあたりの質問、うん、鎖国。いや鎖国やないの、むちゃくちゃやないかも。何してんのお前。ちょっと待ってください、言って差し上げなさい。徳川家康公はですね、もともと今川家の人質として当時の駿府の国に入っております。そして静岡で成長して元服されました。でその後、まあ関ヶ原の戦い等々を踏まえまして、はい、最後は江戸幕府を開いたんですけれども、またあの、まあ、懐かしの駿府に、まあ、移り住むということで、まあ、あの晩年は静岡市の方で過ごしております。いや家康公さん今ね静岡市来たんですけども、ちょっとどこを行ったらいいか教えてください。いいのを持ってるんで。え、これ？これにあったらめくっていいってことだったね。イエスコー。イエスコー。あ、いっぱい出てきた。あ、まず静岡市役所ね。あと駿府城。駿府城は私が住んでいたところで。イエスコー好きな食べ物があったんですか？昔からハマってた食べ物。もちろんみかん。みかんを植えたんだ。お庭に。そのみかんの木が駿府城になんと植えてある。ほら。見に行くがいい。これリアルに本当です。リアルに、あら。じゃあこれでいったらいいですね。いえ、駿河の国を死ぬほど楽しめ。